皆さんこんにちは。日本代表は今回の2022年のワールドカップで7大会連続7度目の出場となりました。初戦の対戦相手は優勝4度の強豪ドイツでした。そんな強豪ドイツに2対1と逆転勝ちし、初戦を大金星で飾りました。試合展開は途中出場の2選手が勝負を決めるなど、森保はじめ監督の采配が見事に的中した展開となりました。前日にサウジアラビアがアルゼンチンを破ったことの再現のごとく、世界中のサッカーファンを驚かせたジャイアントキリングとなりました。今大会の開催国はカタールですが、1993年にはワールドカップ初出場を逃したドーハの悲劇の舞台と同じでした。当時のメンバーだった森保はじめ監督は本当に嬉しい勝利だったことでしょう。試合展開としましては、日本代表は悪くない立ち上がりでした。開始8分には伊東純也選手のクロスに前田大然選手が飛び込んで、日本代表先制かと思われましたが、これは明らかなオフサイドで得点は認められませんでした。その後は次第にドイツ代表がペースを上げていき、31分には日本代表が完全に崩されてしまうと、ゴールキーパー権田修一選手がラウム選手に対するファウルを取られて PK を献上。これをギュンドアン選手に決められてしまいました。1点ビハインドで折り返した日本代表は、後半のスタートから久保建英選手を下げて冨安選手を投入し3バックに変更しました。この変化にドイツ代表が苦しみ、日本代表は好機を作る機会が増えていきました。57分には長友佑都選手と前田選手を下げて三笘薫選手と浅野拓磨選手を投入。前がかりになった日本代表は同点弾のチャンスを作りますが、好機を生かすことができず、なかなか同点ゴールとはいきませんでした。日本代表がリスクを冒した分、ドイツ代表にも決定機はたくさんありました。60分のピンチはポストに救われ、70分前後のピンチはゴールキーパー権田選手の好守でしのぎました。73分には日本代表にこの試合最大の好機が訪れました。しかし伊藤選手の右足のシュートはゴールキーパーマヌエル・ノイアーがスーパーセーブ、世界的守護神に阻まれました。それでも流れをつかんだ日本代表は75分、ついに待望の同点だ。左サイドから三笘選手が仕掛け、入ったばかりの南野拓実選手がシュート。ゴールキーパーのイヤーが弾いたボールを堂安律選手が詰めて1対1となりました。さらに83分、日本代表が逆転に成功しました。自陣からのフリーキックを前線に送ると、裏でハイボールを受けた浅野選手が見事なファーストタッチでペナルティエリアに侵入。ニアサイドからゴール上を狙った見事なシュートを突き刺し、日本代表が試合をひっくり返しました。この失点にドイツ代表も焦って前に出ますが、日本代表は集中力高く対応、残り時間をしのいでいく。7分のアディショナルタイムもチーム一丸で耐え、日本代表が2対1で勝利しました。強敵ドイツを相手に日本代表が大きな勝ち点3を手にしました。試合展開の中で話題となったプレーの一つとして、戦術した日本代表ゴールキーパー権田修一選手の痛恨の PK 献上でしょうか。そもそも森保ジャパンでは正守護神を務めてきた権田選手ですが、疑問の声が上がっていたのは事実です。権田選手は清水エスパルスに所属のゴールキーパーですが、その清水エスパルスは今シーズンは日本代表のゴールキーパーと得点王がいながらも、なんと J2 降格となりました。さらにゴールキーパーシュミット・ダニエル選手が9月の国際親善試合エクアドル戦で PK ストップを見せるなど、先発起用の期待も高まっていましたが、森保はじめ監督は大一番で権田選手をピッチへと送り出したのでした。結果論とはいえ、権田選手の起用を疑問視する声が上がっているのも事実です。しかし指揮官の采配は正しかったのだと思います。 PK こそ献上してしまいましたが、幾度となくスーパーセーブを見せてくれました。日本のゴールを守ったのは間違いなく権田選手でしょう。現在世界一のゴールキーパーと言っても過言ではないドイツ代表のノイアーに負けず劣らずの活躍でした。ドイツといえばゴールキーパー大国といえるほど、これまでにたくさんの名ゴールキーパーがいました。オリバー・カーンも日韓ワールドカップ時には大活躍したドイツを代表するゴールキーパーですね。今回の権田選手の活躍にはきっとドイツの名門クラブも目をつけたことでしょう。
超名門クラブのバイエルン・ミュンヘンに正ゴールキーパーとなる日も近いかもしれませんね。最後に権田選手のドイツ戦前日のインタビューについて紹介します。いよいよ初戦ですが、どんな気持ちで臨みますか？自分の中でできる準備は全てやってきたので、それをぶつけるだけだと思います。対戦相手のドイツのイメージはどのようなものですか？優勝候補だなと思いますし、僕らが相手にとって不足はないって言い方がいいかわからないですけど、本当にレベルの高いチームに僕らはぶつかっていくだけだと思います。戦う上でどういうことがポイントになると予想しますか？まずは自分たちがまずチャレンジすることだと思います。本当あのドイツって皆さんも知っている通り強いチームですけど、そこで僕らが臆病になってしまったら何も起きないですし、僕らは強い気持ちを持って、絶対勝てるんだって気持ちを持ってチャレンジするってのがまずは一番大事かなと思います。ゲームの流れの中で耐える展開が多くなると予想しますが、そういった時のポイントはありますか？どの試合を見ていても我慢強くやらなきゃいけない時間はあって、その時にチームとして戦えるチームはやっぱそこを跳ね返してゲームを取っているチームが多いと思うので、そういう意味では僕らも苦しい時間にチームみんなで一つになって戦うことが大事かなって思います。個人としてどういったことを意識してプレーしたいですか？チャレンジし続けたいですね。本当にこの4年間僕はブラジル大会出てないので、8年間いろんなことがあった中で自分がやってきたことをここにぶつけるためにいるので、そういう意味では臆病にならずにチャレンジすることを今回やっていきたいなと思います。ボールの変化はどんな特徴があると思いますか？あのボールはちょうど今 J リーグでプレーしてて、リーグであのボールを使えているので、割と最初の頃は曲がりが結構大きいなとは感じましたけど、そこもリーグ戦でずっと使い慣れているので、今は割とフィーリングは良いかなと思います。攻守の切り替えについてはどのようなことがありますか？当然僕らが90分ボールを支配し続けられる展開が理想ですけど、そう簡単にはいかないと思いますし、相手がボールを持っている状況でも僕らが相手の少しの隙をもしかしたらつくかもしれないですけど、そこでどれだけ僕らがパワーを出せるか、隙を逃さずチャレンジできるかというところが大事だと思うので、そういったこと、僕は相手ゴールから一番遠いですけど、そっからもしっかりチャレンジしていきたいなと思います。初戦ドイツどう捉えていますか？相手にとって不足はないですし、そこで僕らがドイツを倒すことができたら、サウジアラビアがアルゼンチンに勝ちましたけど、そういうことが起こるのがワールドカップですし、それを起こせるのがチャレンジしてるサウジアラビアは本当にアグレッシブにチャレンジしていたので、僕らもチャレンジする姿勢を忘れずにしっかり戦っていきたいなと思います。このようにチャレンジすることを前提に話されていました。 PK 献上もやはりチャレンジした結果なのかもしれませんね。次のコスタリカ戦やスペイン戦でも日本代表のゴールを守っていただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。